ゆうやてんてーってきてる。これもうみんな早くやんないと。見た一発目は多分あれゆうやわゆうやわみたいななってるからね。もうそれとりあえずタイトルコールしないと。早くタイトルコールしてじゃん困ってる困ってる困ってるほらゆうや出せってなってる。もうゆうや出せってなってる。はいゆうやせーのゆうづきゆうやのした柚木優也くんね。はい、入ったらいいじゃないよ。いや僕整形したの目とほくろだけですから。して俺だろそれお前。いや俺も俺いや俺もいやほくろ俺だろ。俺20なんかどうも。はい今日はね、そうね、プラチナ似てる言われるなおくんって人でしょ。なおくんって人リクと髪どうした。今日イメチェンス消してない。今日イメチェンス消してない。もう明日からやめます。もうとりあえずやっぱり今日は自己紹介でしょ。そうですね、うん、自己紹介から。じゃあ誰あじゃあ僕から。グイグイ来るね。グイグイ来るね。あどうもショウです。よろしくお願いします。よいしょ。ちょっと前に入店したね。はい。4日前ぐらい ？5 日前ぐらい。そうですね。入店した。で今日退入の退入の誰誰誰。ちゃんと紹介してちゃんと紹介して。はじめましてヒロです。ヒロって言います。よいしょ。タイミングじゃない、タイミングじゃない、タイミング嘘だ、タイミング嘘だ。タイミングはない。ヒロさん、ヒロさん。いろいろバレます。で、まあ、まあ、ハーレム入って、まあ、5ヶ月目になれば、綾風陣です。どうも、よろしくお願いします。よいしょー。からの、からの。いやー、ハーレム入って。先月ナンバーワンの。あの、先月じゃない。ハーレム入って5ヶ月目の、リクトです。はい。もう、体張ります。何でもします。じゃあ脱いでもらっていいですかね。ニコ生では脱げないですけど、ハーレムでは全然脱ぎます。これからもよろしくお願いします。よいしょー。だけどショーはおかしいでしょ。でもいいね、なんかこうゆうやはっていうあれがなくなったからね。いや、てかもう あの人横でコメントできますからね。あ、コメントできんのあれ。あ、そうなのね。エグザイルのヒロ、あ、エグザイルのヒロさんじゃん。モノマネ食って食って食って、モノマネブレイクダンスくらい食ってって、こうやってもう拾う人いないと怖いから変わって場所変わってるもん。確かに確かに怖いから、俺拾うの怖いから。これ確かにいつもどんな話してんすかね。ああもうね、何の話してんすか。見てる人何の話してます。いつも確かにそれだけ教えてほしい。リクトでかだって。リクトでかじゃあリクトがでかい話で広げてこう。じゃあちょっとあのね、あローションの話してる絶対買い取るやろ絶対あんた買い取るやろ最近のお怒りは。あ、最近のお怒り、あ、怒ったことどう。なるほど怒った話どう。最近の最近のお怒りですかあれですね、あの僕のペットがおしっこ一生外すぐらいですか。人海量って書いてある。ゆうやさんでしょ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 。おいこら、おいこら、結構ナイーブだからやめて。ナイーブだからゆうやさんの番組なのに BGM 並みにゆうやさんの声が入ってくるて。そう、多分ちょっと俺らがもうグダグダしだしたら多分ね、助っ人来るから。助っ人が、はい、コメントで参加してる。そう、正解正解、コメントで参加してる。じゃあやっぱりあれじゃないですか、ちょっとね、キスブサやりましょうよ。キスブサ。何キスブサ、はい、あの誰が、うん、あのちゃん結構かっこいいめなあの、うん、何かができるかみたいな。何ができる、いい感じの。何ができる。いや、やっぱりどうやってお酒を飲ますかとか。あー、自然なお酒の飲まし方はホストっぽい。自然な、ね、どう。やっぱりね、今ここで見てるコメントしてる人で童貞なボーイもやってるかもしれないですけど、童貞の人がホストの真似して、うん、あれ女の子をどうにかしたいみたいな思ってる16歳もいるかもしれないですよ。だってそんなあれなの。コーラ飲まして、コーラ飲まして、16歳が見る番組なのこれ。コーラ飲まして女の子のテンション上げてみたいな、うんうん、で自分のね女の子にしたいと思ってる人もいるかもしれないんで、
むっちゃ書き込んでないんで、むっちゃ書き込んでない。中2見てんの？お前中2見てます。ちょっと早く寝て、中学2年生は。俺を褒める絶対ゆうやさんだな。うん、そうやね。なるほどなるほど。早く早く早く変化する。じゃあ俺女の子役やるね。はい。え、お酒でいいですか？お酒でいい、お酒でいい。え、じゃあちょっと怒ってる手で。怒ってるね。めちゃめちゃ怒ってる。怒ってる。よくある。で設定的にヘルプも欲しいです。ホストクラブでシャンパンコール中にちょっとオンリーにされすぎて怒ってる女の子。そう。いやでもヘルプがいる程度です。ヘルプいる程度。ヘルプいる程度。でも怒ってますね。怒っちゃう、怒ってる。あ、担当で俺がヘルプです。担当。これどうやって日本語に変えるの？知らないっすよ。逆に知らねえよ。英語に聞いてない。聞いちゃったね。じゃあやって。お願いします。あー、カズカズカズ、ありがとう。やってじゃん、じゃあやって。あ、じゃあ僕がヘルプで、めっちゃ怒ってる。皆さん聞いてください。あの、ハーレムのリクトがヘルプやります。で、あの、ターンとお客さん。はい。なかなか僕やる。はい。あ、じゃちょっと揉めてください、ここで。ヘルプでしょ。はい。セグラス、ご一緒していいっすか？あ、無理。あー、めっちゃパリピアン、リアクション。めっちゃパリピアン。なに、携帯いじっちゃって。ちょっと、なにこれ、指刺さってる、なんか携帯に。かわいい。こっち見ました？ちょっと空気読んでくんない？あ、空気読めてるから。空気、エアを読めてこれですか？すごいな、何航空ですか、あなた。なんかエアって、なんか何この人、何誰この人、誰タニタニ、いや、もう担当戦力外すぎるやろ、ちょっと、もう待ってよ。なんで担当のこと落とすの？なんで担当のこと落とすの？いや、担当はでもやっぱり、いや、だから違う戦力外って言ったよ。いや、違います。担当のことを俺が果たして落としたときに、うん、お姫様がどういうリアクションするか今待ってました。いや、好きだもん、大好きだもん、っていう確認をさせたかったんで、はい、一件落着です、これは。はい、乾杯しましょう。出ます。よし。いや、まあ、飲んでいいって言ってないんだけど、まだ。出すでしょうよ、それは。それは出すでしょうよ、飲んじゃダメなら。ナイスだね。ナイスだね。出すでしょうよ。うわ、めっちゃ泡浮いてる。今ナイスだね、めっちゃ泡浮いてる。うまかった。うまかったよ、笑わしちゃったからね、笑っちゃったからね。もう笑っちゃった、ね、いただきます、せんかったしね、担当にね、しかもね。いや、担当にいただきます。したうるさいな、細かいんだよ、もう。何、あやかぜ、こら、すごいやつ来たな。面白いやんけ、こいつ来てる。いや、多分あ、書いてるね、ゆうやさん書いてる、ね、ゆうやさん、プラスのことも言ってくれるもん。いろいろありがたい。うん、面白かった。ありがたい。面白かった。ってことでね、やっぱりホストたるもの、うん、やっぱり、うん、このね、今みたいなしょうもないショートコントじゃなくて、席で本当に使える一発芸みたいなのがないとやっぱ売れないと思うんで。あ、そうね、あやかぜ。なあ、あやかぜ。そうですね、あやかぜ。そうですね、リクトさん。ね、リクトさん、そうですね。ちょっと一発いきます、一発。てか浮かれてるやん、バイユーやってないよ。こいつは売れる、バイユーや。全部これ逆にユーヤさんじゃなかったら面白い。ヒロ喋れって来てるよ、ほら。バイユーや俺じゃないよ。違うんだ。違うんだ。部屋に雲出たきて、夜中だから雲殺したらね、ちょっとね、縁起悪いからね。ちょっと早く。一発。あ、でもやっぱり俺らやばって。これ書いてるユーヤさんじゃないんすか？違う。マジで？あ、ジンクのヘルプ力世界中、見してよ、じゃあヘルプ力。おかしい。見せてよ、そんなもん。あの、対人だから、要対人だから。見せてよ。対機械性じゃないから。見せてよ。ほら、機械越しにヒロさんになんか色恋してよ。ヒロさんに？いいよ、自分でお酒つがなくて、俺やるから。ちょっと、そんなもんかな。いいよ、女の子役やってね、女の子役。いいよ、自分でやらなくていいよ。え、誰指名設定なの？おい、仕方かよ、お前。自分で振ったろ、お前は。仕方かよ。見せてもらおうか、お前の強いこと。やろう。まんまん。はい、誰設定？おい、何急に疲れてんだよ、お前。ジンさんに奢ってもらったラーメンまずかった。うるせえな、うるせえな。さっきの話すんだよ。さっきの話すんだよ。え、終わり？終わりよ。終わり？めっちゃ聞いてなかった。いや、聞いて。誰も見てくれない。すねないで。誰も見てくれない。あやかぜくん、もう、本当に。ね。なんか、じゃあ。一発芸し。いや、一発芸すんの？え、いけるんですか？コメ。いいよ、やって。さっきやってたやつもいいよ、さっきやってた。ウィングアーディアムレディオーサー。いや、それだったら、ゆうやさんがやったやつの方が面白かった。あ、浮いちゃった。それだったらね。あ、やるならパッていかないんで、やっぱね、振り付けから。じゃあやって。俺ですか、うん、俺ですか。一発芸。俺もうだってもう一発芸出しちゃってるもん、結構もう出たね。いや、もうハーレムでバンバン見せてるから。本当？だってこれ見てるのハーレムの女の子さ、多分見てたとしたら。いや、そんなことないよね。時間だし。そんなことないよね。絶対そうよ。
本当にゆうや映ってるかなって見てるっすよ、大体ゆうやさんいなくて寂しくないんかな、みんなね確かにそろそろ寂しそうだけどね確かにほら、そうだよ、バイゆうや絶対ゆうやよ、ゆうやねえ、バイゆうやゆうやさん、笑顔エンダーナルあ、エンダーナル知ってる人いるんだね今俺なんだなんだこれしょこれしょああエンダーナルエンダーナルエンダーいいねエンダー知ってる人いたんすねと思ったなんすかそれしたらゆうやさんかよエンダーナルエンダーナルで検索して YouTube でエンダーナル気になる人エンダーナル面白い俺お顔がぽっくりしてますドゥン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 エンダーよねこれも読んでえ何何いや分からん何がどこわかんない人なんだっけコロチキのネタでエンダーナルってのがあるから調べてコロチキでコロコロチキチキペッパーズねなるほどそうコロチキのネタマポイ出てるマポイ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 って何でしたっけマポイ俺知らないな出てないマポイマポイって何マポイマンコポイズン？マンコポイズンは何なんですかそれ？マンコポイズンは某 Y さんのネタでしょ？ねえ某 Y さんの某 Y さんってもう Y やん。もう某 Y さんの。Y やん。おマンコポイズン。おマンコポイズンね。見してよ。見してよ。ヒロさん面白いとこ喋ってよちょっと。いやもうでしょ。もう燃え袖やってるから燃え袖。燃え袖してるから燃え袖。他もできないし。ちょっと飽きてきたのお前は。俺っすか、うん、俺全然急に喋らんくなっちゃう全然いやでも果たしてこれの正解ってなんだろうと思ったら例えば質問系とかだったり雑談よねこれもこれあそう基本雑談なんすか基本雑談じゃないですか、うん、ほら雑談でも今ゆうやさん正解は一発芸ですって書いてますよゆうやさんいやこれそんなに反映されるの早くないか一発芸一発芸もう一回やって今日やってるやつ一発芸もう一個今日やってたじゃんいや体でうん、なんだっけ何がひらがなをひらがなすあ、なるほどシュールだよね、だ好きな人は好きよ可愛いよねあ、俺あったわ面白い話あるわ何え、てか面白い話でハードル上げちゃうと面白くなくなるかもしれないですけど長い長くないです、パッと終わりますいいよ僕が最近女の子とその会った時にちょ喧嘩になって、うんで、俺がめっちゃバーって切れてんすよ、はい、で相手が悪くて俺が切れてんのにめっちゃ携帯いじってんすよお前何携帯いじってんだよみたいな俺の話聞けよって携帯取ってたまたま画面見えちゃったのそしたらLINE のやり取りしてる相手はレオナルド・ダ・ヴィンチだったっていうえいや過去の人と LINE したのあの違うLINE の名前が過去の人と LINE の名前がレオナルド・ダ・ヴィンチでトップガンもレオナルド・ダ・ヴィンチでしたで笑っちゃったって話です面白い確かにじゃあ俺以上の話できんのかよじゃあできるよじゃあよできるよ持ってんのかいじゃあ綾風くんちょっとレオナルド・ダ・ヴィンチはやばいやばいですよやばいですよねめっちゃ面白くないなるほどじゃあね高校生ぐらいの時に2分ぐらいくれる2分ぐらいはいじゃあ2分ぐらいくれる高校生ぐらいの時にまあディズニーシーに行ったんですよねディズニーシーって入ったら多分大きい地球儀あるのわかる。ああ、はい、はい、はい。そこに噴水があるんだけど、そこにミッキーがいたのよ。はい、ミッキーがいて、こうもうわーってやってるよ。で、小学生ぐらいの男の子がね、ミッキーって中に人間入ってんだぜってこう言ってるわけよ。はいはい、もう寒いこと言ってるわって感じじゃん。で、はい、みんなミッキーって言いながら写真撮ってるんだけど、そのうちその小学生の子がミッキーのことを噴水に落としちゃったのよ。へえ。そう。で、みんな周り、ミッキーミッキーって言ってるわけよ。ミッキー大丈夫って言ってるんだけど、はい、その俺の隣にいたね、係の人がね、ミッキーに対してね渡辺さん大丈夫ですかって滑る空気出してる渡辺さん大丈夫ってどういうことですかミッキーの中にいる人ああそうっていう話ああめっちゃおもろいっすねそれで渡辺はやばいわミッキーの中にいる人渡辺さんだったっていう話田中だったらわかるけど渡辺はやばいわでも滑った空気出るんだろうまあ嘘なんだけどねまあ嘘なんだけどね嘘じゃないわ嘘じゃないわすぐ盛るからね話を話すぐでそこから柵ができたの C の噴水のところにミッキー落とされちゃった本当の話へえー、らしいですあるそうじゃあずっと飲んでないんでヒロさんはじゃあ OK 何飲んでるの確かに姫は何飲んでるの姫は何飲んでるの僕は
東京見てたじゃん。姫はないもんね。もうポンコツやん、酔っ払ったらこの人。確かに。もう本当に。いやね、ひらさん、じゃあレディーガガのモノマネしてくださいよ。レディーガガのモノマネ。レディーガガって難しくないですか。レディーガガ、レディーガガのモノマネして、いつもやるじゃん、席で。席で。なんでそこクールキャラに絞るんだし。おかしいだろ。お前この前席でレディーガガのモノマネしてたよ。お前ピーカピーカってやっとったろ。なんでやんねんだよお前。全然レディーガガじゃないけどね。おかしいだろお前。全然違うけど。もうびっくりするわ。やってよ。なんでこんなニコ生でカッコつけないで。カッコつけないで。緊張する。じゃあキャリーパンパンのモノマネ。おとといやってた焼肉屋で。キャリーパンパンのモノマネやって。いい。サイさん2111キャリーパンパンパン。ああ面白い。めっちゃキャリーで。レディーガガのものまでやって。レディーガガ一緒や。一緒やん。もう面白い。助けてるじゃないよ。助けてるよ。どこまでがレディーガガのものまでしてるのよ。ああ面白い。俺ちょっとかっこいい女の子、女の子への告白でかっこいい、いや告白の仕方みたいのをちょっと童貞職にやってあげたいんですけど。じゃみんなやりません、それ全パターン時間あるし。まだじゃあ CM 入ります。あっこのタイミングでいけん。分かんない分かんない分かんない。いけないいけないいけない。準備してないから。分かんない分かんない、はい。ちょ行きたくないですか。だってまだ時間あるし。女の子、はい、のなんだっけ、話聞いてなかったごめん。あれさ、だからかっこいい告白の仕方みたいな、みんな一人ずつ。でもなんかどうなの、この見てる人多分ほとんど女の子なんだけど。いや、ロマンチックなのがいいのかストレートがいいのか、まずどっちなの。あ、実際ですか。実際告白。やっぱり女子はロマンチック呼んで。あ、そうそう、ゆうやさん、ちょっとやっぱりゆうやさん出ないと。あ、僕コメンテーターします。対戦かっこいい告白教えてください、バイユーヤ。ほら、かっこいい告白の仕方やってやって。じゃあやって。ちなみに、じゃあやって。カシャーじゃないよ。カシャーじゃないよ。ねえ、カシャーじゃないから。かっこいい告白の仕方、これからいいやつだからインスタに上げるから、どうせ俺らが出てるのインスタに上げるから。インスタに上げる。カシャーじゃないよ。カシャーじゃないよ。すぐカシャーする。カシャーじゃないよ。事務所通して、事務所。よいしょ。じゃあやばいじゃん、全然盛り上がってないじゃん。じゃあやります。じゃあ手本見せてください。ヘルプ上手なのに。いいっすよ。ヘルプ上手なのに。対人が違う、やっぱ。対人がいい。おーヘルプ上手なのに全然喋れんじゃん。かっこいい告白やろうよ。で、じゃあやろうよ。やります。うん、来てるからやろうよ。あ、お互いかっこいい告白やりません。で、負けたなって方負けたってやりません。お互い。俺なの。いや、お互いがお互いにかっこいい告白するんですよ。あ、かっこいい告白どういうこと。あ、女なんていうの、普通に。いや、それはダメだ。いや、最初じゃあメスやってください。メスやの。毎回メスだ。俺オスやるの。あ、いいよ。マジでさ、今日運動会疲れたね、マジで。なんか久しぶりに大人になって運動会って、マジ久しぶりさだったよね。うん、そうね、そうね。いやもう本当に玉入れであんだけ玉入んないんだと思って。うん、そうね。でも二人三脚楽しかった。ごめんね、なんかお酒付き合わせちゃって今日。大丈夫。うん、大丈夫よ。大丈夫、乾杯。え、でも車じゃないの。でも車でも一緒だよ、そんな。そんな男そんな人にちょっと命任せられないけど、私は。いや、命任せないじゃん。私今日10席座るのよ。違う、シートベルトしたら死なねえから。あ、本当？バカにしてんの。おらいだぞ、俺。え、おらいだぞ、俺。え、営業なの。営業じゃない、ごめん、そうだよな。営業なの。ごめんな、そうじゃない。今営業って言ったわよね。ごめんな。今営業って言ったわよね。ごめんな。ねえ、違うんだよ。俺はなんで笑ってるのかを。違うんだよ。今営業って言ったわよね。違うんだよ。これ何の茶番よ、これ。違うんだよ。茶番よ、もうこれも。違うんだよ。あ、もうこっから行こうと思ったのに。こっから来て、じゃあここから。テクツ。営業なの？違うんだよ。何？俺はお前にそうやって毎日言われて、正直病んでる。もう手首も切ったよ、俺。手首も切ったよ。どっち？手首も切ったよ。左利きなの？ね、手首も切ったよ。でもだよ。こっち手首切ったよ。左利きなの？俺はお前しかいないって、あの時思ったんだよ。どの時？あの時。どの時？どの時よ。なんかよくわかんないけど、俺お前のこと好きだわ。え？あ、俺かっこいいな、めっちゃ。俺めっちゃかっこいいな。俺め。CM 入りまーす。はいな、はいな、はいな、はいな。
ね、ほら最近ではこりゃってなってるからね営業なのっつっていや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 しかなんで運動会設定にしたんですやっぱり大事じゃないですかその設定が運動会設定はい疲れた後にやっぱお酒いっぱい行きたくなるじゃないですか、うん、っていうその自然の流れを作りたかったそれはなるほどねやっぱりね運動会ってなかなかないけども飲酒はダメよ飲酒はダメよ飲酒はダメだけど今演出上ねだっていざさじゃ例えばよあなんか自分の好きな人にバーで告白されましたでもその人運転ですあごめん俺運転だからお酒飲めないとかしらけないだったら飲酒運転ですって言われたことない絶対嫌だよねごめん絶対嫌だってホテル誘われたらそれはそれで違うじゃん文化祭いいね文化祭でもね文化祭せめて文化祭って書いてある文化祭いいね会長に行ってやろうって言われてるお前文化祭行きたいねなんか学祭とかね確かに大学のねねえ非常階段で告白します非常階段は大学にあるけどそんなとこ入れるのかなって話、はい、適当に打たないのそこ、ね、ちょっとパソコンいじれる風にやらないのそこちょっとそろそろゆうやさん来ないですかあのねこのねグイホイヒヨって何よグイホイヒヨって何よまずこれあれっしょジョイギリうんうんうんって何よ普通にこの場だったらブロックされるレベルこれ嵐タイピン早すぎだ本当だよタイピン早すぎだよ ねいやー俺は出し切りましたよ絶対嘘やん清須会決まりの秀吉やったもんねお腹痛いとか言って出し切った俺は消えた本当に消えたよそうだね翔くんはそろそろ CM いいですかですか何が翔くんいいですか何いいですかちょっとこっち来いよまたこっち来いよそろそろ CM ってどうやってお前また8分もう来るよあ、CM 本当に来るんすかリーサルウェポン CM は俺が言うよあ、そうなんすかリーサルウェポン来ないですかリーサルウェポン30分で変わるからあーなり普段でも何喋ってんすかこれゆうやさんはおまんこポイズンおまんこポイズンおまんこポイズンです今日は明日もおまんこポイズンです森マンいいっすよね森マン、うん、何森マンってあの水着の森マンめっちゃ良くないですかどういうことあのちょっと動いただけでちょっと表現してよ体現して森マン森マン体で表現してあの森マンってこうじゃないですかこうじゃないですかこれがこれが、うん、わかりますこれ布をかぶさるえこれやるえやばくないですか教えていいですかうん本当に教えてこれティッシュでじゃあティッシュでいきますよいきますようんでそれ森マンなのこれこれわかるこれ森マンってこの辺まで筋入るの何なんだろうこの辺まで筋入ってる人それいないでしょそれやばいわ俺見たことないピシッてやった瞬間この辺までこう筋が入ってる人じゃない違うでも持ってるぐらいがいいっすよねでもぶっちゃけ好き森マンめっちゃ好きっすめっちゃ好きなのめっちゃ嘘でしょ、うん、怖いショック何フェチなのおまんこポイズンフェチおまんこポイズンフェチあーねごめん振った俺が間違えただって今の言われたら解決のしようがないですから何フェチなの本当は本当におまんこポイズンいいっすかやってみようまた告白やってもいいですか告白やってやりたかったやりたかったやりたかった俺は本当は考えてたんですよじゃあ俺女子やっていい女子やる じゃあ見てる俺女子やる3、2、1今日運動会疲れたね運動会ああまあ、うん、ねでも俺本当にちょっと待って俺私居酒屋行きたいんだよねいやそんなことないじゃんいや居酒屋行きたいえ、まあ飲みたなんか疲れたし飲みたいなでも絶対俺夜の運動会負けないよえ、夜の運動会とかじゃなくて取引に行きたいの私は取引に連れてってくれないのタクシー代ケチってタクシー代ケチってんのケチるし取引もケチっちゃうあーなるほど知んないけどでも俺はいやなんで私今二人でいるの大好きだからちょっと待って何大好きだからちょっと待って私にも大好きって言ったわよなんだろブスうるさいやろブスブスうるさいやろブス M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  って何 M S M S M S 何これ何これ先輩が優しいっていう回ですあ、そうなのそうなのしか言えねえだろもうそんなえ放送事故になってるもんね本当に放送事故これぐらいがちょうどいいっすよニコ生は事故ったぐらいが出たことあるのそういえばこれっすか昔のありますよ俺昔の俺マジで今より痩せてるし今よりマシっす
今はマシじゃない、今ブスです。今ブス。なんでさっきの来たやつブスって言ったの。はい、さっき来た。あ、こういう演技でしか調子乗れる時ないっす。なるほどね、なるほどね。これ何をね、そう、ゆうやイケメン絶対自分で打ってるでしょ。分かってるよ俺は。自分で打ってるでしょ。そろそろ俺の話題出ないのかなと思って自分で打ったでしょ。ゆうやさん来てくださいよ。だよね、分かるよ。自分で打ってるとしたら寂しくないですかそれは。ゆうや出ないで終わっちゃう。そう、出ないで終わっちゃうんですかね。リーサルビポンはうちのハーレムの看板のゆうやさんは出ないですかね。これラスト3分ぐらいでいいとこ持ってきそうだね。ほくろ取れませんよ、書いたでしょ。 CM 行かないですかこれ。まだ。あ、一つの枠でやってるんですね。で、消えたヒロさんはどこ行ったんですかね。一体ね、これ何を喋ればいいんだろう、なかなか分かんない。確かにな。いやでも難しいっすよやっぱ。なんでもう諦めてんだよ。難しいっす。諦めないで。俺もうマスクがない時点でちょっともう気分悪い。マスクでニコ生とか出ていいんすかね。そういえばね、全然ありっすよそんなの。あり、小道具っすから。何でもあり。イケメンに見せれれば何でもいいっすよ。ほんとマスクダメらしいっす。あ、これじゃないじゃあこれ使えばいいじゃん。はい、これ使えばいい。こんなんでかっこよくなりますよ俺。なるなるなる。ほんとになるなる。あ、めっちゃイケメン、めっちゃイケメン。こんなにもサングラス似合わない人類って存在するんですか。なんで俺だけ宇宙人っぽいの。なんかめっちゃイケメン。トンボやトンボ。トンボめっちゃイケメンじゃない。うわ俺やば。なんかあれっすよね、なんかピクサー映画に出てきそうな子役じゃないですか。じゃ牛島くんに出てくるあのギャル男みたいなやつ。あ映画だよ。すぐあのボコボコされて、そうすぐボコボコされて、最後あの埋められた蜂にこうやって刺されまくって死んでるやつみたい。まあでもね、今爬虫類側流行ってるし。そう、うん。テペヒロ帰ったかな。え、酔っ払って帰ったっぽいですね、彼は。すごいな。いやゆうやさんに一言もないって。勝手に帰ったな。レディーガガをやって帰るっていう結構伝説ですけど。いつの間にか3分耳が。え、本当出ないですかラストまで。出ない出ないって、寂しいですね。整形してるから出れん。嘘ばっか。ダウンタイム。じゃあ逆にこれかけて。ダウンタイム。どこのダウンタイムですか。あ、いた、ヒロいた。ヒロさん。あ、3分だ、3分。早く早く出て。ヒロさん。インパクト残そう。やばくない。ショック、インパクト強かったね、でもね。俺はスリだぜ。ヒロ財布盗むぜ。俺はスリだぜ。誰誰誰。最後に一緒に寝よう。はい。ヒルクライムやってってきてるよ。今年の班はどこに行こうか。俺端っこでいい。もう真ん中やだ。今年の春はどこに行こうか。いや財布返せだって。財布返せ。いやコメント疲れたよ、ずっとやってたから。疲れました。あ、どこまでが返ってたのかわからないですけど。いやバイユーヤは俺じゃないよ。あ、まあいいや、俺じゃない。あ、でもあの、ゆうやイケメン、わかる、私も思うわ、全部俺。やっぱそう。あれは、全部俺。やっぱ自作自演。やっぱそうなんだ。自作自演。あの、今回はあの、いつもね、あの僕が一人やってるから、この一人の寂しさ、辛さをね、味わってもらおうかなと。これまだ、この気まずさをね。でも、こっちは4人いたわけよ。俺、これ一人でやってんだよ、ずっと。じゃあ寂しいでしょ。ほら、辛いの分かった。毎週出ます。じゃあ、助けてよ。毎週出ます。うん。辛いんだよ俺。出てもいいですか毎週。オッケーオッケー。いらない、いらない、いらない。いる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 。日本日本いるって言ってくれたら出るわ。いるって言って。一人でもいるって言ったら、あ、おかえりだと。おー、じゃあ俺もいるって言われるし。お前いらない。俺もいるって言われるし。じゃあいるいるいる。ほら来てるよ、三段落ち来てるよ。いる、いるでしょ。ヒルムクライマーいい。ほらほら、いるじゃん。いやでもいいじゃん、いいじゃん。俺いるから、いるから。いらないかも。いるいる。いらないよ。違う違う違う。シカト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 。ちょっと面白いね。いやいやいや、お開きの時間ですよ。でもね、今日リッチの到着が遅れてまして、まだ誰も来ていないという。ほら、じゃあ伸ばせますね。だからまだチャンスはあるね。チャンスはある。引き戻し来たよ、引き戻し。ねえ。で、俺がいたら漏れなく視聴者プレゼントとかやるからね。何やるの？もうね、ねえ。でもこれ。あれっすね。何あげるの？視聴者プレゼント。ハーレムの初回の時に
リクト君かっこいいっていう合言葉を言ったお姫様に、あの化粧品プレゼントします。何だ、僕から何の何の何の僕から化粧品プレゼントします。どこのやつ。 CM GO! 行かないまだ行かない。あ、逆にこれ俺下がる、あのみんなでこう終わるときに俺みんなでレディーガガやりたいもん。あ、なるほど。でもこれはいつもならこの CM 行ってリッチに変わるんだけど、リッチが来ないから、これ先行っちゃった方がいい。任せる。あ、オッケーオッケー。じゃあまだいいや。あ、来た、ね、あ、遅刻して来やがりました、リッチのやつらが。はい、一人ですか。あ、お一人です。え、今日一人。はい、ゆうさんがちょっと一人で出るの。そうそうそう。あいやー、大丈夫ですか。頑張ります。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。頑張って。はい、じゃあ、リッチの方が来たということで、はい、春の会はここで終了ということですね。はい、じゃあ最後にね、一言ずつ、せっかくなんで、バチンと言って、はい、行こうかなと思うんで、じゃあ、翔くんから。カメラ見切れてます。一発芸だったら、何でも、できるんで、これからよろしくお願いします。イエーイ、一発芸の達人。はい、次リクト君。僕は今こんな感じでバイバイふざけキャラですけど、お店ではめっちゃクールでかっこいい系なんで。え、はいはい、イエーイ、王子リクト。はい、雑やな。まあ今月からね、幹部補佐昇格したんで、まあ、ニコ生でもね、ゆうやさんをね補佐しますということで、ほぼ毎週多分暇なんで、出ます。これからよろしくお願いします。イエーイ、毎週見るって言ったのにほぼっていう布石打ってきた。保険保険、嘘つきホスト。保険、はい、よろしくお願いします。あー、イエーイ、だから酔っ払いおじさん。ということで、30分間ありがとうございました。また来週も、まあメンバーはね、このメンバーか分かんないけど、ジングが出てくるか分かんないけど、出ます、出ますか。やっていくので、また来週もよろしくお願いします。ということで、最後に、みんなで今自分が思ってるものをやろうかな、やって終わろうかなと、せーので合わせていいですか。これ俺らの決断力が出るからね。確かに、いくよ、はい、で、やって CM、はい、お願いします。せーの、レディーゴー。レディーゴー。なんだ、友達がホストになりたくてお店探してるんですよ。なんだと。どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですよ。マジっすか。すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジュニだな。一人っていうね。寂しいな。ありがとうございます。全然俺毎週行きますか。もう一人です。じゃあ行こう。一人です。よりかもさ、ちょっと遅れるみたいです。後悔くんは欠席です。バックレーましたからです。はい、カモンさんはちょっと遅れてきます。ねえ、コウカイくんは、あ、ヨリさんかと思った。めっちゃ嬉しい。それは、おっと、いつもね。主役は遅れて登場みたいな感じですよ、ほんとに。いや、最初一人かと思ったんですよ、ほんとに僕。いや、そうだ。いいみたいな。いや、違う、髪の毛美容室行って最中で、あ、色がじゃ、まだ俺全然思ったよ。失敗されて、はい、失敗されて、戻ったらもう一回やり直しますっつって。めっちゃゲーよ。やばくない、この髪色。いや、もうなんか、何色っすか、それ。シルバー。いや、になっちゃって。いや、失礼します、ね。そうなんですよ。あ、はいはいはい。滝沢君の整形をされるんじゃないの。
はい。え、待って待って、じゃあ、髪色してくれもやってるさいじゃん。荷物も、全部俺美容室に置いてってから。やばい。え、あいつは誰ですか、ゆめいさんですか。ゆめいくん、爆裂です。はい、あいつマジ、明日の影響知らないからね、マジ。今回マジ、お前、明日の影響知らないからね、ほんとに。もう、いなかったっすね。そう、いやもう、何信じられない。いや、殺されるな、もう。この試合です、本気でさらいます。さらいます、本気でさらいます。いや、やばいよね、この髪の毛。その、美容室の一番お偉いさんも本当にすいません、ニコ生帰ってきたらもう一回全部最初からやらせて。やばい。画面越しだとまあさ、あれいやいや、いいよ、いいよ。やばくない。なんかなんつかんだろ、腐ったセフィロスみたいな。いや腐ったセフィロスみたいな。ええええ、いやいやいや、もうびっくりですよ。やばい。何24時間取り木耐久レースなんすかそれ。僕はめっちゃ、めっちゃ髪傷んでますよ、 100%。 いやもう、いやからさすがだわ。もうなんか何すか、嬉しい。ええ、いや、これで俺がだって、はい、ね、今来て、後から来てカラいなかったらどうなってんのってなるから。一人っすね、一人。いやいや、もういや、髪の話はもういいでしょ。もうとりあえず、はい。しかもあの、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。いや、そう、しかもなんかの美容室に、あの途中であのみやびが来て、これ帽子取るともうほんとやばくて、はい、やべえ、お前ちょ着てるパーカー貸してやったら帽子だから帽子持ってきやろってそう、やばい、やばい、ほんとやばいね。いや、もうとりあえずもう終わりましょう。そうだね、とりあえずね。いやいや、もうほんとに今日のあれ、 ID 載ってないですけどね。あ、俺は載せないんですよ。あ、そうなんですか。ID ってあれ作るときさ、一回 ID 変えれないのね、もう ID って。はいはいはい。移籍前のお店の名前入っちゃってるんですよ。うんずー滝沢よりってなってる。うんずーなんてつてきーって感じだよね。そうなるほど。そうなんですよ。こっから見たら割と、そう、でも画面、そう、俺も今画面越し見てるけど、画面越したらいいのね。いや、いいです、いいです。ここで見るとやばいな、腐ってる。いや、もう腐ってる。もう見ていただきたいぐらいの、あ、ほんとにやばい違いがあります。やばい。あ、しかも、じゃあ待って待って、あのね俺はどの髪色にして、髪もこれから切るんですけど、どの髪型にしてどの髪色にするか画像を送るんで、これ今画像送ったら出せますか。大丈夫ですよ。はい、送るんで、それで色見て、これね。しゃべってください。ちょ、あの画像送るんで。おー、しゃべってよ。あー、俺ですか。はい。いや、もうね、あの来た時に一人でもう死ぬかと思った、俺は。寂しくて、いや結構寂しがり屋で、もうめちゃくちゃ、もうあれ、もう誰もいないみたいな。後悔くんもギリギリで、あれ、いやいないいないいないっつって、もう一人で来て、で、あの前にハーレムの方が5人ぐらいかな、6人ぐらいかな、何人かいて、あれ一人っすか。めっちゃなんかこう、リッチ大丈夫みたいな。え、いらっしゃい、いたの。あ、いらっしゃいました、いらっしゃいました。ちょっとお話しして、画像出せますか。そう、おいでこい、ジェジュンね、ジェジュン。いやー、イケメン。そう、このね、はい、この髪色よ。あ、もう、いやさ、だいぶ、この髪色にしようとしてない、これ何やねんこれと。いや、もう言いたくないっすけど、離れてますから、結構。しかも、そのなんか男の人がでも流せば、まあ分かんないんで、流した瞬間えっと思って、うん、男のそのシャンプーした人に、え、これ一緒って聞いたら、一緒っすってから、お前ぶっ飛ばすんじゃないって。そしたらお店の偉い人が来て、ごめんごめんなさいって。いや、この男は適当なこと言ってるから、ちょっと違うけど、って。やばい、ほんと。やばいよね。言ってますね、もう。プロ意識に欠陥ですよ。帽子取るとき見て。ほら。やばいね。いや、これもう。言葉がね、残念ながら言葉が。いや、もうこれもう、いや、もう一回ニコ、ね、ニコ生終わったら、本当にあの、もう やりに行くんで。いや、本当に。やばいよね。絶対間違えたよね、本当に。もう、駅間違えましたね、これ。あれとこれはどうね、明るく。いや、たもっと違うから明るい。そうですね。明るい感じですね。そう、一回ブリーチして色のせるんだけど、その色を多分のせる色を多分間違えたのか、うん、あのまあ、多分プロだから間違えたはないけど、多分入りすぎちゃったのかな。いや、わかんないっすよー、うん、その方は。そう、うん、ちょっと、いやー、緑っぽい。そう近くに見るともっと見えるからね。緑、もっと緑。そう10倍ぐらい、10倍ぐらい緑。しかもね、あのもう
シャンプー終わった瞬間29分でやばいっすガーッ乾かしてもらって、あの荷物全部置いといていいですかって全部置いといて、あの手ぶらのままこの髪色の形を走ったからね。つらいっすね。変な気持ちで、変なやついるみたいな。いやそれはなるでしょ。よりかもうさが、こんなね、こんなオレンジのね、トレーナー着てこんな髪の姉さん髪の張っちゃうなんかジャンキーいるわってなるでしょ。本当に変質じゃん。いやもう髪の毛緑、緑だよ。あのイタリアのマチャマチャみたいなね。マチャマチャマチャ。いやでも近い近い近いよね。近い感じです、うん、視聴者の方近いですね。本当マチャマチャ近いです。マジやばいマジやばい。いやもう本当にそうなんだよね。やばいわ。スタジオ近かったんですか。まあまあまあ割と、あ足は早いんで、ね、パパって来て、いや滝沢まちゃまちゃ、そうだ、解明しようかな。もう現地内滝沢まちゃまちゃっすよ今、うん、あまり言いたくないですけどね、こんなことは。本当にそう。いや滝沢まちゃりって、ありよりだからね。あーうまいね。うまい。611番どうなん、すごいセンスいいね。素晴らしいですね、611番、うん、うまい。滝沢まちゃり、例えばあの言ってましたよ、視聴者の方が。あ、桜木ま…いや、俺抹茶かい。ちゃうやろ。あ、そう言ってましたよ。なんすか今日の…滝沢のやつで。いや、お題はみたいな。お題何するみたいな。今日のお題は、もう今日お題とかそんなんじゃない。俺の髪の毛について話し合おうよって。間違いねえ、こいつって。本当だよ、てかこう修正聞くのかなって話なんだよ。いやだってこれ、一回色落とさなくちゃいけないわけじゃん。もう一回ブリッジがよ。ふざけんなよ。もうちぎれます。もう気づいて、俺あのそんななんかもう髪とか若くないし、もう毛根やられて、もうそう、しかも俺めっちゃ頭皮弱いですよ。あらなんであのもう朝までかかるやつ、ホントに朝までかかるやつ。いや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 、もうとんでもない。そう髪は強いんですけども、頭皮めっちゃ荒れやすいんで。やられますねこれ。やられますね。ハゲるね。ハゲたらあのこんだけね、あの顔にお金かけてるんで、もう髪にもお金をかけます。お金の力で、はい、いやそう、今なんかもう一回なんかこの画面見てパッと思いましたけど、あのね、後悔って名前が出てクソ腹いいよ。イライラとしたわ。いやすごい、いや逆にすごいよね、なんかのさ、いやいやもうあの先輩にさ言って、あのこのバックレルって、え、連絡があったんですか。ないよ。あらない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 、無欠ですね。だからもう、あ、もうきっとカラと二人で、はい、まあ、喋れる二人だから、いやいやいや、まあ安心ちゃう言い方悪いけど、いやいやいや、まあ平気かなと思ってやってたら、いや、カラ一人だけやみたいな。いや、僕最初ほんと焦りましたからね。あれこの朝来ない。そう、後悔君いないみたい。連絡しない、そう、連絡しないでばっかりだ。あら、もう無欠です、これは。え、ほんと、もう見てんじゃないの、大丈夫、見てる、ほんと。どうしたのかな、マジで、ほんとに。これ今さ、返せと。まあ、基本はなんか俺なんかいつもなんかそのなんかヤンキーチックなことを言ってるけど、実際なんか本気で怒ったら俺したことないじゃん。ないっすね。てか髪の毛のせいでイライラがあって余計にイライラってなる。余計イライラってなる。芸人さんはお休みっすね。あ、いない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 。スタジオカドタいない。そう、もうあのもうさやなやつすごろくやらさなきゃいいや。いや本当にもうふざけんなよと、マジで。もう本当、いやだから来週は多分きっともう髪ね、色も髪型も完成してると。いや完成した姿をぜひ来週は見てください。俺と彼がこう並ぶとさ、なんかまあホストっちゃホストだけどさ、はい、なんかあれだよね、韓国系だよね。いやもうかもろ韓国人みたいな感じになってますよね。ね、K-POP アイドル、そう、K-POP ミュージックっていうの、はい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 、がめっちゃ好きで、はい、そう、次回はジェジュンになれるかな。いや、なれますよ。いや、もうジェジュン以上でいきましょう、ここは。そうなの、めっちゃ好き。俺に寄せてんだよぐらいのバリで。いや、もうあのリスペクトしてる人はそこで言わないんだよ。あー、そう、 G ドラゴンと、はい、ジェジュンはリスペクトしてるんだよ。なるほど。いや、何がどうせビッグバンス。いや、なんか今言ってたじゃないっすか。いや、俺めっちゃ詳しいからな。おったく、637番何が好き、どういうこと、何が好き。ハンバーグです。すごい、面白いね、面白いね。ハンバーグです。面白い面白い。ああ、そっち、違う、K4。 なんだろ、だから俺 YJY とか。 YJY?あれだよね、あの韓国アイドルの女の子の PV 見るのは好き。ちょっともうカラでしょ、そこは。ちょっとエッチじゃん、ちょっとエッチじゃん。
じゃあ、CM のちょっとお願いします。はい、じゃあぜひ、はい、後半も楽しんでってください。 CM どうぞ。先輩、なんだ。友達がホストになりたくてお店探してるんですよ。なんだと。どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですよ。マジっすか。すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジンだな。CM 開けまーす。電話中っていうね。あらら、いや今ちょっとカモさん電話中なんでね、はいはい、ああ切れちゃった、切れた。なんかこれ見てるリスナーがはいはい、どうしたのその髪色っつってそんなんじゃ嫌だよっつってカモさんじゃないっつって、うん、違う人じゃない。電話の相手は私でーす。絶対違う、俺でーす。絶対違う、全然違うよ、嘘つけ。名前はちょっと伏せるけど、はい、縦の代表だからね。あら絶対違いますね。じゃあ最初なんか麻雀やろうよって。いやちょっとニコ生ニコ生。カラさん何歳、何歳だ、何歳だろ。何歳見えますか。なんかあれシーみたいなね。これもうね、うるせえから。28だって。えっマジっすか。でもちょっと嬉しいやつっすよこれ。うれそう、嬉しいか。いや嬉しいっすね。やっぱこの世代っていうのはやっぱ年上をこうになりたいというか大人になりたい年齢。じゃあ若いね。あ、そうなんす。いや全然もう22、23もいいね。嬉しいね。18歳。ああ、それはね、それはもうアホよ。お酒飲めない。21です。あ、そうなの。そうです、今年2です。若っ。だリッチだったら本当にもう本当年齢で言ったらもう先輩だらけですよ。いやでもね、まあでもホストはこう夜の仕事あるんで年齢関係ないからね。いやもう、うん、もうそうですよ。どっかの誰かが足のサイズぐらいっつってましたよ。いやちょっとそれちょっと分かんないね。え、ね、うわそうなんだ。そうです、若いね。今年2ですね。平成7です。1995。僕何歳に見えます。僕は、あ、逆に、うん、え、コメント止まるっていう。ボケの時すごいバンバンバンだったね。だからカラーには興味あるけど、滝沢よりは興味ねえから。いやそんなことないっすよ。まあ、ね、いや逆に知りたい。2一歩間違えた。それ面白くないそれ。30だと思うけど少し。嘘。え、マジ30に見えんのね。超ショックなんだけど。え、そういやね、ショックだわ。30に見える。嘘でしょ。え、見えないっすよ。いやー、女の子ってあれなんだ。ショックだわ。あ、俺30見える。そったなー。20後半。あ、20後半。そうそう、26です僕。私より年上に。私何歳だ。 お前誰か知らないし。お前何歳だみたいな。知らないし。誰だお前ぐらいの。そう、もう誰だよとか言うからね。そう、俺もアンチが増える。ダメダメ。26で、今年27です。見えない。でもあれなんですよね、もう今はもうここ何年はもうそういう嘘とか言ってなかったんですけどもね。つい3、4年前は年とかも嘘ついてたから、あっちの宅では何歳、こっちの宅では何歳、こっちの宅では何歳って俺何歳だったんだよって自分の年齢何歳やっけって忘れちゃうんですよね。ホストあるあるね、ホストあるある。うん、でももう、統一して。もう僕もあれですね、ホスト年齢あったっすけど、もう解放みたいなもんっすよこれ。いやもうね、そうだよ、そうだよ。店だって非公開みたいなとこありますからね。あ、そうなんだね。いやもう初回でもう僕25だよっつってみたり、あ、俺27だとかね。もう実際それも使うんだけども、なんかもう俺バカなんですよめちゃくちゃ。忘れちゃうっていうね。あれ何歳切ったじゃないみたいな。そうあれ何歳じゃなかったっけ。忘れちゃうからさ、俺もう統一ですねこれは。もう統一ですから。今のがガチ実年で。まあそうそうそう、実年でっていう。なんかち
違う、非公開って逆に怪しいですね。ああ、まあそうですよね。まあ言われた方がいいと。そう、女の子も。え、でもやっぱり女の子ってこう年上の男性が好きってイメージなんですよね、僕って。まあまあまあ、確かにね、あの年上が好きって、だからもうあえてこう非公開にしたい。言うときのは多分年上が好きって言うけど、年上でもしょうもない年上もいるからね、本当に。いや、それはもう本当にしょうもない夢とか本当になんかあの、あ、やっぱ年上の方がなんか包容力あって、なんかね、はいはいはい、考えも大人でお金持っててっていうけど、はいはい、俺の知り合いのね、はい、俺の知り合いのあのバンドやってるやつはクソだからな、マジで。ほんとクソ。そんなクソなんすか。で、お前なんで働いてんの、そんな金持ってんの、そら、あ、紐4人くらいいるから、あっつって。しょうもなっつって、やめなよ、やっぱりっすね、それは。年上なら、あ、年上だったら50くらいいいんだ。もううちの親父レベルですよ、もう。50歳多分、ね、あっちのね、やる夜の方大変だよ。もう夜もう、シュー。スタミナ不足だよ、あっつって。あー。でもあれだね、21歳でしょ。はい、まだ制服とかあるでしょ。いや、もうガンガンっすね。朝立ちする？いや、します、します、バリします。しないんだよね。えぇ、いや、ガチ、これほんとっすか。もうマジ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 。いや、ごめん、あの滝沢よりやばくは、あのこういう下ネタとかもう言わないキャラだった。いや、ちょっと言っちゃったみたいな、するって言っちゃいました、今。もうアラサーに片足突っ込んで。いや、もう、いや、アラサーです、アラサーです、片足しなくてもガッツリ。がっつり争いよ。いやでも年上がいいっすね、やっぱ年上。あの、ごめん、もう一回言っていい？ちょっと今画面見てないけどさ、後悔っていう名前が出てるんですけど、すんげー楽しいんだけど、その人。どうやって、後悔ね。あ、こっちっすね。すんげー楽しいんだよ。いや、もうそんなね、もう、本当に本当良くないね。あ、本当年上好きなのは20代。ああ、そうなんだ。へえ。まあ、なるほどね。まあ、年関係ないよ。ありゃっす。いや、若くても、ありがたきお言葉。いや、若くても絡みなくさ、ね、あの、しっかりさ、してる人もいるし。いや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 、年取っててもしっかりしてない、やっぱり人間もいるわけだから。関係ないよ、本当に。関係ない面よ、人間は。内面ですね。人間、すげえな、こっちと。まとめ。いや、もういいこと言ってる。ほら、ちょ、破天荒キャラだ、そんな。何回崩れてんじゃんって、今日。ね、本当に。なんか、いや、なんか、なんだろう、俺今日。あ、これ多分髪の毛のせいで多分あの今ナイブなのかもしれない。もうちょっと今落ち込んですね。落ち込んでる。やさぎのよりさんおしゃれってイメージですからね。なんかもう髪とかそういうの気にしそう。いやいやいや、めっちゃ、いやもういや、おしゃれにしそう。おしゃれじゃない人でもこの髪の毛気にするよ。いや、僕らもしますもん。いや、こんぐらい売れたらしょうもない、なんかね、売れてないバンドマンみたいな髪の毛してる。マジで。え、これもう傍から見てもメイクしてたら隠すバンドマンの色だよね。本当に、いやいやいや。もう売れてねえバンドマン、ほんとにマジで髪の毛で一日、いや間違いない。いや、そう決まるね、決まるよ、ほんとに。今じゃもうこすね。いや、もう間違いない。もうマジか、落下ですね、もうほんとシャーみたいな。もう髪の毛を染めて、明日、ああこういうよ、この髪型ですよ、こういう服しようかなとか考えてたけど、もう明日ギターショット営業してやろうかな。大してうまくもない、うまくもないね。ギターショット、明日ご来店された姫様、あのギター姿が見れるかもしれません。いや、もうしょうもない。バンドはモテますから。まあそうですね、モテますよ。いや、モテるね。いいよね。いや、モテます。いいよね、本当。いや、モテますから。もうモテたいよ、俺だって。え、モテたい、本当に。僕の前でそれを言っちゃうあたりですよ、それ。いやいや、じゃただどっちかで万人受けするじゃん。ああ、まあまあ自分でもあれですけどね。いや、俺、特に俺と比べたらさ。俺万人受けしないから。俺そう、万人受け別に狙ってないし。いや、万人受けしてたらこんなオレンジ色の T シャツじゃない、トレーナー着ないでしょ、女なんかね。いや、もう本当にダメならダメの方モテるよ。そうそう、こそやっぱ万人受け狙うとやっぱね、みんなに好かれるから売り上げもね、まあ、上がるんだけど、やっぱりね、これはね、729番さん729番さんすごいこと言ってよね。万人受けしない方が売れたときつい。いや、本当にそうなんだよね。いや、この人はもうすごいエクセレントだよ、エクセレント。万人受けは平均前、もう本当にね。そう、本当そう、そうやるよ。だから俺、癖強いから。癖が強い。だけど、一丁前の癖が強いんちゃう。お店の、男本はなんかちょっと万人受けするような写真
にして、で写真集めっちゃ多くやるの、自分で言うのもあれなんですけど多いんですよ、いや多いっすね、来た瞬間、いやお前かいなみたいな、ふざけんなみたいな、全然ちゃうやないかいっす、いやもう本当にもうから普通ってことで、そうなんですよ、普通ってことです、ドノーマル、いざ髪緑だいぶ言っちゃうんです、どういうこと、いざいざ来たら髪緑かいってなるよね、そう、やほんのやほんのやなんか、この人すごい、そう写真がもう万人受けするような焦げ茶で、なんか呼んで、あ、この人かっこいい、じゃあゆりかんぼうさん呼んでーす、あ、どうも失礼します、滝沢ゆりです、髪緑やないかよお前バチーンっつってお前全然ちゃうやないかよこれ、ね、なんかもうあの洗剤かっこいいよね、いやもうあの、もういやでもあの視聴者の方に見てほしいんですけど、いや見えないかな、待ち受け俺なのどうってできないかな、これ滝沢ゆりかんぼうさです、いや嬉しい嬉しい、何買ってほしいの、いやもうじゃあ、あのね、あのもうちょっと、はい、頑張りが見えたら、あの、はい、俺バッグ買いたいんで、あの僕 の, あのリュックあげますよ、あらっすよっ、いただきました、いや、聞いたよね、聞いたよね、聞いたよね、みんな、みんな聞いたよ、そうだよ、残るからね、いや、残るからね、残るからね、残るから頑張りますからね、もう全然いい、全然いい、全力でやりますよ、もう全然いい、でもカバンという名の、やっぱその、なんかホストってなんか売り上げだけが頑張ったじゃないと思うしね、そういいこと言います、いろんな面でも頑張ってなと思ったら全然あげるから、ありがとうございます、いただきました、はい、いやもうもう承認も大切、いやゆりナンバー越したらプレゼント、いやゆりナンバー越したら逆にご飯持ってくださいって言えばご飯持ってくださいって頑張りますよ、それぐらいの気持ちで、そうそうだね、ハングリー精神ですよ、そうバッグ買いたくて、バッグね、もう決まってるんですか、目星は、いやまあ全く決まってない、全く決まってない、とりあえずバッグが欲しいなと、うん、でも買いたいなみたいな、もう、あれですか、リュックですか、今リュックなんですけど、お、イケアの、イケアのバッグ、イケアってのは家具、家具とかじゃないの、じゃないですか、あの家具のこの青い、なんかいやいやそんなの、いや同じ想像っすよ、俺がそんなのでなんか同伴しようみたいなの寝てやでしょ、いや、イオリーとか言って、いや、どうしたバッグって、あ、これ俺のアトラめっちゃ青いビニールのやつね、やばいでしょ、そんなの、本当にだからせめてコストコにしてよ、コストコにコストコ、コストコせめてコストコにしてよ、え、もう1分前、え1分前ですと、そんな時間っすか、はい、私はこれ終わったら美容室にもう一回殴り込みに行きますよ、僕はもう愚かすですよ、文句ですよ、文句大会です、そうだ、文句大会ね、もうまあ1分前ってことで、もう、今日がこれ、あの、まあ放送が今日何日、もう土曜になったのか、そうですね、土曜になってます、そしたらもう明日、我らがナンバーワンのね、ゆうなぎ系と主任のね、バースデーイベント、よっ、ぜひぜひご来店の方、いや俺全然緊張してない、俺楽しむって言ってるけど、多分実際ね、あの強がってるだけと思うんで、もうがっつりがっつり俺がね盛り上げてやろうかなっていうね、うわ、頑張りましょう、次は楽しみなさいって、あの人の人望がねあるから俺も頑張ろうと思ってるんで、はい、来月、じゃ来週は逆にバースデーどうだったかって本人にね登場してもらって、そうですね、バースデーの写真とかアップできたらいいなっていう感じで、今回は俺の滝沢伊織の髪の毛の色がおかしい回っていう感じで、また来週、バイバイ。